はいみなさんこんにちは。兄ちゃんのつぶやきです。今日はコストコのタルトの新商品、チョコレートプラリネタルトの紹介をしたいと思います。これなんですけど、値段は1798円でした。メールマガジンで出てるのは知ってたんですけど、チョコクリームのタルトにプラリネクリームとクルミをトッピングしました。なんて書いてあって、なんか近頃タルトっていうとフルーツのタルトが多かったのに、今回チョコレートなんだと思って、 今度行ったら買おうと思ってたんで買ってきました。プラリネタルトのプラリネってどういう意味なのかなと思ってちょっと調べてみたんですけど、プラリネは焙煎したナッツ類、主にヘーゼルナッツやアーモンドに加熱した砂糖をあえてカラメル化、カラメリゼしたもの。これちょっと違いますよね、意味が。粉砕ペースト化したものや焙煎したナッツのペーストと砂糖の混合物を指すこともある。こっちのことなんですね。 蓋を開けるとこんな感じなんですけど、今回もずっしり重いタルトでした。くるみがいっぱい乗っててふわふわのクリームで美味しそうですよね。お皿に盛り付けたのがこんな感じになるんですけど、これで8分の1の量になります。横から見るとこんな感じなんですけど、タルトの生地にチョコレートのクリームが引いてあって、その上にプラリネクリームが乗っててナッツを散らしてあるって感じですね。それで、 味の方なんですけど、皆さんに説明するのに、全部別々に食べてみました。まず、このクルミ屋もうすごい香ばしい、いってあるのかなすごい香ばしいクルミでした。このアーモンドのプラリネクリームなんですけど、見てもらうと分かるように、この横のとこ泡立ってますよね。すごいふわふわのクリームなんですけど、クリーム自体はすごいふわっとして軽いクリームなんですけど、アーモンドの味がすごい濃厚で、若干コーヒーの風味もあるような感じでした。チョコクリームなんですけど、 このチョコクリームは、そうですね、例えるとすると、皆さん、チョココロネってありますよね。渦巻きの中にチョコのクリームが入った。あの、チョココロネのクリームそっくりの味でした。それで、全体の味の印象なんですけど、最初口に含むと、ふわっとした感じで、プラリネクリームのアーモンドの風味がすごいふわっと口の中で広がって、後からチョコレートの味がするっていう感じで、すごい濃厚なタルトを食べてるなっていう感じがしました。 全体的に不思議だったのは、1 8分の1最初食べたんですけど、1 8分の1食べるとちょっともたれる感じがするっていう、ちょっとなんか濃厚だなっていう感じがしたんですけど、次の日に16分の1にして食べてみたんですね。そうしたら、ガラッと印象が変わりまして、濃厚で、 美味しいのは一緒なんですけど、量がちょうどいいなと、これぐらいで食べるとこんなに印象が違うんだなっていう感じがして、16分の1で最初から食べればよかったなって思いました。やっぱあれですよね。大トロとかと一緒で、ちょっちょっとこう2貫ぐらい食べるのが本当美味しいんだなっていう感じですよね。 あんまり大トロなんかもね、いっぱい食べすぎるとくどくなるのと一緒で、すごい濃厚で、プラリネクリームっていうのがすごいアーモンドの強い、今まで食べたことない味だったんで、それがちょこっと合わさってすごい美味しいタルトだと思いました。だから皆さん食べるときは、このように8分の1ではなく、16分の1で食べるとちょうどいいと思います。それでごちそうさまということですね。今日はコストコのタルトの新商品。 チョコレートプラリネタルトの紹介をしました。プラリネクリームっていう今まで食べたことないアーモンドのクリームとチョコが合わさってすごい美味しいコストコならではの味のタルトだと思います。よかったら皆さんも買ってみてください。またチャンネル登録、いいねとよろしくお願いします。今日はこれで失礼します。ありがとうございました。